バレリア地区町日本最大の断面を有するアーケード、商店街日本のアーケード商店街では、日本における全蓋式アーケードを備えた商店街について解説する。日本のアーケードは、地域の特性に応じた役割を果たすために設けられてきた。近代以降、このような伝統的なアーケードを源流に、西洋のアーケードの影響を受けて、 現在のアーケードが成立したものと考えられる。都市計画学のバリー・シェルトンは、日本のアーケード商店街と入り口にあるゲートの関係と、神社の鳥居を中心とした参道の共通性について指摘している。街路を基準として、街を構成する欧米と異なり、日本の商店街は互いに独立した営業者が、それぞれの決定によって、 建物を建てて構成されている。中にはファサードを持つ大型店舗が含まれる場合もあるが、商店街全体が同じ糸のもとに建築される例は少ない。そのため、ファサードの延長によって構成される西洋のアーケードと表面的には似ているが、日本のアーケードは並びの建物とは独立した一つの建築物となっている。 西欧建築の審美基準に照らせば、日本のアーケード街は美的とは言えないものの、外気に解放された構造は日本の気候に適応しており、車の乗り入れや構造材に広告を取り付けやすいなどの実用性が高く、建物の建て替えに対してフレキシブルな特徴がある。日本のアーケード街を構成する要素には以下のようなものがある。日本で初めて、 アーケードと名付けられたのは、1922年にオープンした帝国ホテルのライト館1階に設けられた、インペリアルアーケードで、当時は外国人客向けの店が多く出店していた。大分県別府市には、帝国ホテルの前年の1921年12月1日に、完成した、商店街を覆う木造ガラス張りの竹瓦工事アーケードが現存しているが、 アーケードという名称が使用されるのは、後年になってからである。なお、竹川工事アーケードは、別府温泉関連遺産として、2009年2月6日に、近代化産業遺産に認定されている。日本で初めてドーム型アーケードが取り付けられた、商店街では、1976年の福岡県、飯塚市の本町商店街が初である。 宮下銀座商店街大町銀店街単価市場、新店町浜町アーケードサンロード新市街ガレリア、竹町ソルパセオ、銀座天文館。ありがとうございます。